より WKA 世界ムエタイスーパーフェザー級王座決定戦5ラウンドを行います。青コーナーより前田健作選手の入場です。第5試合 WKA 世界ムエタイスーパーフェザー級王座決定戦5ラウンドを行います。赤のコーナー WKA 世界フェザー級チャンピオン129パウンド4分の1アメリカローレンス・ミエラ。
から見る。はい、はい、ハハハハ。
ただいまの試合2ラウンド終了、ドクターストップで前田選手の勝ちでございますが、ローレンス・ミエラー選手の負傷は前の歯が折れ、それが口の中に一部刺さっておりますので、これ以上試合続行は不可能というドクターの診断でございます。従いまして2ラウンド終了、前田健作選手のテクニカルノックアウト勝ちで新チャンピオン誕生です。ありがとうございました。やり方は物足りかもしれないけどね、出来とか内容はもう完全だったんですよ。完全でしたね。結構3ラウンドいけるかな、倒せるかなと思ったんですけど、相手がやめちゃったんで、でもしょうがないですね。こういう時決まってましたね。でもしょうがないですね。相手が結構もう相手もう僕は一方的になっちゃいましたね。最後の結構いけると思いました。もうこれしょうがないですね。最初左のミシミドルバンガードの上からだったけど、そうですね、もうちょっと吹っ飛ぶような、そうですね、相手部門で結構効いてたんじゃないですかね。
なんかパンチなんか全然効かなかったです。ガランと違って。そうですね、もう相手も効いてたみたいで。目も切れてましたですね。最初から歩いていこうと。もう、スタミナもパワー的にも自信があったんで。こうなるのもしょうがないです。もう、大変ですね。勝敗は関係なくやります。無心で戦ったって感じですね。今日は無心で戦えば結構自分の練習したもの出るんじゃないかなって。今日何も考えてなかったです。はい。ただ、そうですね。世界チャンピオン。そうですね。なんか全日本取った時と変わんないですね。でも、そうですね。そうですね、いろんな面でまた頑張ろうと思います。はい。